はい、すで本日はですね、まあ、小池百合子、えー、東京都知事選挙ですね、まあ、こちらなかなか出馬表明しないんですけど蓮舫さん立憲民主党の蓮舫さんがですね、出馬表明しましたで、そしたらですね最近急に蓮舫批判というのが増えてきたんですよねでその背景の中で電通そして博報堂も絡んでいてですね、うん もしかしてこれイメージをねあの蓮舫さんのイメージを悪くしようとしていろいろ動いてるんじゃないかっていうところで電、えー、通に対しての批判をずっと続けてきた元白報堂の本間流さん今回は、えー、元白報堂の本間流さんが電通だけではなくて白報堂についても批判するというですね、えー、そういう構成でやっていきたいなというふうに思っております。えー、本間さんよろししくお願いします。 よろししくお願いしま,すまあ後で細かく説明しますけども、えー、いきなりですね小池百合子さんがですねばらまきを始めました <laughs> えー、都知事選まで1ヶ月小池知事が低所得世帯に1万円昇進券を配布なんやこれとでこれを東京都の職員が一人一人配布をするいやそんなわけない <laughs> そんな人いない <laughs> とするとこういうのはあの別の事業者に委託するわけですよねはい じゃあこちらはえー、とどちらが委託しているのかというとこれが博報堂、ねはい、と電通というのは実はですねオリンピックあの汚職談合事件で入札停止ということになってるはずなんですが、うん、えなんで受けていいいんだよえいやあの博報堂じゃなくてねこれ博報堂プロダクツだから。うん うん、お前、ふざけんじゃねえよっていう、ですねいや、もうこれあ、あれですよ、自民党の萩生田光一っていうね、もう裏金野郎がいたんですよ。で、自民党本部からですね,ね、党の役職停止1年の処分に処すっていうふうに言ったけども、あ自民党、東京都連の会長は続けます、なんでだよ、ああれはの自民党本部の決定であって、こっち、子会社の東京都連みたいなもんなんで関係ないっすっていう、いや、こんなの許してたら全部終わりでしょと。 いうことなんですが、えー、もう一つはですね、やはり大きいのは、東京都の,あのプロジェクションマッピング、あのゴジラが、こうょう来週、スーパー X2 回というのが出てくるやつなんですけども、えー、こちらが確か合計約48億円くらいですね、こちらは電通ではなくて。 電通ライブっていう子会社にですね発注がされていてええ電通って今確か今年の8月まではなんか入札受けちゃダメだっていうことになってなかったっけあああれ電通本体のことだから電通ライブは OK なほなっていうですねあのこれをダブルでかましてきていたんですね小池百里子さんは今白報堂も電通も抑えるでちなみに白報堂と電通で国内の 広告のシェア特にテレビ広告のシェアっていうのはもう6割ぐらい,いきますよねまあ2社だったら7割8割近いあ、まあ、しかもそれが東京ということになれば、うんうん、でそうするとですね電通と博報堂的にはですね「あー小池女帝が続いたら嬉しいなーもっとお仕事欲しいな」 国からはダメって言って言われて入札ができないのにちゃんと子会社を通してお金を出してくれるなんて女帝の飴玉美味しいなベロ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 。でこういうふうなねあの背景がある中でまあ私が見た限りありタレントの真鍋香おさんと えー、お笑いの,あのコンビの三四郎の小宮さんという人がですねなんかようわからん発言をしてるんですよ。でえっと真鍋かおりさん、えー、この人ですねあーのーこの人がですねテレビ番組とかで何を言っているかというと、えー、これ中日新聞のねあの中日スポーツのニュースとかでも書いてあるんですけど真鍋香おり蓮舫氏による都知事選での自民党批判にうんざり発言連発っていうふうに書いてるんですね。 でこれどういうことをあの発言しているかっていうとまず TBS 系の情報番組「昼帯に出演して蓮舫さんが自民批判を繰り返しながら立候補されているのを聞いていると国政のそのままの構図を延長で見ているような気がして国政に対してこれまで見てきたうんざり感というものが東京都の選挙でもこれがそのまま続くのかなみたいなちょっとうんざりが残る感じがあるというふうに言ったんですよね。うん でえ、さらに TBS 以外ではですね、フジテレビのワイドナショーにも出てきて蓮舫さんが出てきたことによって国政の構図がそのまま都知事選にも流れてきちゃってるような感覚になって都民としては選挙に対してのテンションがあんまり上がらないというか自民党の裏金問題があって野党がわーって言うけど別に文句しか言っていないみたいなのがもううんざりって思っているところに都知事選っていうものあも,うもういいです。あああの、の、の、ちょっっとあの、えー、と、え えー、まあ私おっさんなんであのこういうあの、ま、真鍋かおさんの年齢とか私知らないんですけどあの、えー、となんかよ読んでるのが辛くなってきた文章として私まあもともとのさそのもともとの問題発生源である自民党を批判しないって、うん、それを批判するものをなんかもうなんか同じことを言ってるからうんざりたわって。 まあそういうこと言ってるわけですよねまあそういうことだよね結局ねでもう一人ですねこれまあツイッターに流れていたまあ x に流れていたやつなんですけどいやこっちが味わい深かったんですよタレントのえっ、ー、と三四郎さん,うんタレントのえー、お笑いコンビ三四郎の小宮さんいきますあのちょっと見ててやっぱりあの蓮舫さんがすごいちょっと攻撃的であんまり僕も政治知らないんですけど、うん、やっぱちょっと怖いなっていうあのあとニュース見ててもいやシンプルに怖い怖いあのちょっと見て,て えっと、まずですね、政治ようからんけど、なんか見てて怖い、怖い。うん、いや、まず、あの、こういう発言をされる、感想を持たれる方いるのはわかるんですよ。いや、でも、あの、ま、テレビに出して流す意見なのっていうね。えっと、まず、普通に蓮舫さんを見て、怖いって思う人がいるのは、まあ、いいです、そういう感想を持つのは。 これ自由だと思うんですけどいやあのー、テレビってねこれ、うん、いまいち、あのー、知られてないことなんですけども電波量というののがものすごく優遇さって帯域が決まっていてあのー、まあこのここの部分はテレビの部分で決まってるんですよ。でその使用量が激安なんですよね。 でだからこそあの社会の好機っていうふうに言われるんですけど一個人が同僚と話してて友達とかと話しててね「あのいや蓮舫さんってなんかニュース見てたけどなんかちょっと怖くね俺ちょっと政治とかよく分かんないからさパー」。いや別にいいんです。だけどなんでこれテレビで流す価値あんのっていう。これ,これよくわからないんですけど。なんと、うん、でこれは 何にも台本が決まってなくってこの人があーのー自由にこういうふうに発言したのがそのまんま流れたっていうことはありえるんですかまあありえるっちゃありえる。ありえるっちゃありえる。でももちろんちょっとなんか蓮舫のことちょっと腐してくんないってプロデューサーから言われてあ,<ー>あじゃあなんか適当に言っときますよっていうのもありえる。なるほどどっちとも取れるよね、うんうん まああのー、NHK とかだとちょっと考えられないよね。まあそうですね。うんちょっとやっぱり一方的になんか攻撃してるように、うん、攻撃か一方的になんかおとしめてるようにも言え民放だとまあなんていうの,あのこれどうせ政治番組じゃないしんていうの政治紹介番組じゃないだろうから。うん だからこれが例えば、三文字とかでこのテ,テンションでずっとやってたら、それはだ何やってんだって言われるけど、まあ、そもそもなんか政治には疎そうな人たちが、なんか、やんわり言うっていうのは、まあ、うん、結構グレーっていうか、うん、いや、ね、それを言うんだったら、いや、小池田さんだって、ね、化粧落としたらどんな顔になっていかわかんないから、おっこえよって。<laughs> いう、それもありになっちゃうからさ。テレビでさ、本間さん厳密に言っておくと、あの三四郎の小宮さんは蓮舫さんの外見を見て怖いと言ってるわけではないです。雰囲気が怖い、ね。あの要するに何でも批判攻撃噛みつくような感じがおそらく怖いと感じられたのではないかなと。といや、さすがに蓮舫の面見てるとさすっげー怖いよね。いやいや俺政治とかしてるし、蓮舫とかよくわかんね。えんだけど、あれ怖くない？ とかって言ってた。これもさすがにテレビ局としては終わりでしょ。もうそんなこと言ってたら。どうすんならそこまで嫌よかったいや、言っちゃダメですよ。<laughs> それはもう、完全にもうスポンサー降りる時代ですよ。そこまでいったら。<laughs> まあでもなんかね、あの、真鍋の方がはっきりしてるよね。真鍋はさ、うん、小池ともなんかあのー、 なんか会見し会見なんかインタビューかなんかもしたこともあるしもともとんか彼女はちょっと自民党寄りな発言するよね。うんまあ確かにねうんでまあ、今回もそういう発言をしていてでだってもともとお前その、えー、何国政をそのまま都政に持ち込んでよんたらかんたらだからもともととにかくそういうひどい状況になってるわけですな。うんうん でもちろん蓮舫,はあの蓮舫が狙ってるのはもちろんそうだよ。うん、国政の対立構図を都政に持ち込もうとしてるに決まってる。うん、でもそれは別にだってそういう今政治状況だから仕方がないわけで,うん、うん、でそれを批判していたらやっぱりそのほら、えー、大元の腐った土台のことは見て見ぬふりをして腐った土腐った連中を批判する連中人を批判する。 っていうっていうまあでもそういう連中が出てくるっていうのはまあ最初からお約束なんだけどまあねまああの蓮舫ってやっぱりさ国会とかでの,あの質問のあれとかを見ていてもうん、うん、まあ決して柔和な人ではないねやっぱねいや蓮舫さんを見て「穏やかな人だ」なんて柔和な人なんだろう。<laughs> <laughs> まあ,<っ>あと思う人がいてもいいと思いますけどまあどちらかというと、まあね、ズバッと言うハキハキとした感じ。と石橋優っていう、うん、まあ人なので、うん、まず、あ、だから逆にそれが苦手だっていう人はそれはいるでしょう。ただそれをテレビという場所でその個人的な見解で言ういう。 っていうのは許されるかどうかは結構微妙。うん、で、まあテレビの場合は、例えばもしそういう批判をするならば、うん、一方だけを批判しないように構成してね,ねうてこだ。だから、えっ、ー、と、小池さん、いや、あんたそう言うけど、小池さんだってお結構怖いぜ、みたいなさ。うんうん、まあ、あの。 顔かどうかは別として、うん、こ,うこうこういうことも彼女はやるよねみたいなね <laughs>、うん、例えば質問されても自分で答えないで、うん、自分に都合の悪いこと質問されたわあーとかで無視して局長に答えさせるとかうん、うん、それはそれで結構怖いじゃない、うん、怖いね態度がさ、うん、まあそういうふうに言うんならまだしそうではなくなんか一方的に蓮舫だけを攻撃っていうか攻撃っていうかまあ批判だよね まあちなみにあのー、真鍋かおりさんどうしちゃったのそんな急にって思うかもしれませんけどまあ、私が調べた限りですね、えー、こんなニュースがありました。うん、小池由里子と真香織ブラインドサッカーに挑戦、うん、というニュースがありましてこの一番左側にいるのが、えー、真鍋かおりさん、えー、右側にいるのが小池百合子さんじゃないですか。うん、でこの一番右 えっと、一番右側は誰か知りません誰なんでしょうこれはえっとえー、これは、えー、菊島敦監督ブラインドサッカーの,の一番右が小池かと思ったでですねブラインドサッカーって何なのかというと、うん、あのー、こうやって目隠しをしてサッカーをするんですよそうだねはいで小池さんもやっております、うん、でね まあもう勘のいい方なら分かりますよね、ブラインドサッカー、なんではそんなことするんですかと。で、これはパラスポーツと言われるやつですよ、いわゆる。で、パラスポーツって何っていうことで、まずこのビヨンドフェス丸の内の中であったイベントとしてのブラインドサッカーなんですよ。で、それを見てみるとですね、おや、こんなホームページか。 東京オリンピック・パラリンピック競技大会、うん、ホームページ「ビヨンドフェス」丸のうち、うん、まあつまりこれも電通が仕切っていたイベントの一つで、うん、真鍋さんと小池さんこういうところであの「イェーイ!で」まあこうやってたとまあ小池に出演料は出てないかもしれないが、うん、真鍋に出演料を出てたことは絶対ある,絶対ある <laughs> これタダで出てるわけないでしょう でそうするとですねあのまあこういう利権が網の目のようにあるんですよ。うん、でこういう利権が網の目のようにあると当然何つったらいいのかなあのまあ小池所定に続いてくれた方がいいじゃないですか。うん、でそしたら だって今まで通り「雨雨め雨雨うめえ雨うめえ」めって電通、まあ、と博報堂が「雨う雨え雨う雨え」雨っていうふうにやった後にその雨の残り汁がですねこのタレントにビャーって行くわけですよ。そらね嬉しいわな。うん、でそういうことでつ続いてるんでしょこういうのは。そうね。うん、まあ基本的にそのさっきのプロデクションマッピングなんかもそうだけど、うん、まあもうなんていうのかな。 これぐらいの金額でこれぐらいのスケール感のあるものができる連中っていうのはまあたい電通か箱堂ぐらいしかないよってでもうその役人がも別に都庁には限らないんだけども,、うん、もうみんなさもう電通か箱堂がやってくれるっったらもう助かるのよっていう感じなのよ、うん、もうまあ穴開けないしさうん、うん、まあそこそこのものは作れるし、うん えー、もしなんか機械がぶっ壊れて放送,で放送とかなんとかができなくなったとしてもケツ拭いてくれるし、うんね、業者がさ「できないどうしてもできないんですすいません」っつって夜逃亡したりはしないわけだまあ <laughs> そりゃそうだ <laughs> <laughs> でだからさもうねほんとねで一応さ、うんなことに金突っ込みやがってってみんなに言われるけれど、うん、その金って税金だからね、うん、だから一応 突っ込むからにはは失敗はできない,、うん、いやそもそもその事業が失敗だって言ったらもうその通りなんだけど、うん、あの要するにもう一度動き出しちゃったらやっぱりそれは最後までやらなきゃならない。うんうん、でそれが中,中ぐらいの中小の規模のプロダクションとかだと、まあ、万が一何かあって事故が起きて。 誰か誰が補填するんだって言った時にそれは都は補填するの嫌だよね税金だから、うん、でも電通とか博報堂だったらえー、また来年もなんかなんか適当に餌投げてやるからちょっと今年は目つぶれよって言ったら分かりましたって言って、うん、目つぶるわけよ、うん、特に電、ね、通はだから結局は電通と博報堂どっちでもいいやっつって、うん、でやっぱり電通が一番多い ひどい話やのうその繰り返しでまあねあのー、別に都に限ったわけではなくうん、うん、あのー、ででずっと博士堂からすると今度逆の目から見ると、うん、逆の側から見ると、うん、もう絶対に金取りっぱぐれない、うん、当たり前だよねまあ東京都なんだし東京都だし、うん、まあこれが他の館長だったとしても、ねうん 絶対にトリッパグレはないわけだ、うん、でもこれが民間の会社だとさ取りっぱぐれるとか後から変なあのあれ、えっと、値引きを要求されるとかっていう後からケチつけられるとかっていうのがある。うん、ところがこういう官庁関係ってさ一旦決済はい100億円パーンって押したら100億ががポンってすぐ来るわけだ。 すごい、うん、もううちらもやっぱり小池のケツでも足でも鼻でも目でも,目でも化粧でも何でも食めましょうそっちの方が楽なのよ。楽だよねー楽だよねー。<laughs> どうですか、こあの本間さん、清水とあの本間で右足と左足舐めたら、雨玉あげるよえっていうふうに言われたら。雨玉いくらなんだよえー、あめ玉、そうですね、十0億円。 明明日日すすすぐぐ行行くくあ私もまの右足、親指、小指どちらからダメさせていただければよろしいでしょうかみたいな感じで。<laughs> であの,あの一日で、ね、明,明日と言わず今日すあ、そうですね。そうですね。もう。<laughs> <ー>いや、まあ,あの、それで3日ぐらいは黙ってあげましょう。<laughs> ああ、もうだからね、ほんとね、お互いがウィンウィンだからね、うん、楽でしょうがない。うん うん、まあそういうね実はまあ構図ってあるのよ。うんそりゃそうやろう。んうん。だからまあ結局それでで最初のほら清水さんが言ってたさ「うん、電通はだってお前入札停止じゃねえのかよ」と「いや電通ライブだから」。いや、ね、反社と取引しちゃダメだろ反社と取引しちゃ山口組と取引しちゃダメだろじゃあ 銀行フロント企業と付き合いますこれならオッケーいやそんなアホなみたいな感じですよそんなアホなって思うけどそうなんだよねうん、うん、その入札停止処分の対象は名前が明記されるわけだ、うん、株式会社デン n、うん、また株式会社ハ a c ドとな、うん、でも電通ライブもハ a c ドプロダクツも一応別会社ですからねっ、うんね だから、オッケーオッ OK じゃねえし。<laughs> だから本当は、本当はだよ。本当は入札停止処分を厳格にやるんだったら、博報堂グループ全社。電通、ね、グループ全社。で、やんなきゃいけないのよ。うん、そうなったら、だから俺ほら、電通がさ、今回のこの、あれ、談合事件やら何やらでさ、うん、ね。 えーともう去年だね、うん、あのー、入札停止処分になったっていうニュースがてかてか出たけど、うん、こんなの全然痛くもかゆくもないと、うん、その当時言ってたと思うんだけど、うん、っていうのは子会社が全部、なんでも OK だから、やれやれだ。だからもう本当、別に痛くもかゆくもございませんと、うん、まあ本社の人間がちょっと夏休みいただきますみたいな入れるなんだよね、実は。は でもまあでもまあねあのー、大阪万博ではちょっとちょっとこうそれが負の,あ,のあれになんかこうまあメディアコントロールができてないそうで、ん、そういう気がするよねうんちょっとこうメディアのっていうか広報担当は一体何をやってんのっていう、うん、あの気はし,したのがうん、うん 去年から今年にかけて、うん、だよね、うん、まあこれはもう本当いやでもやっぱりオリンピックと全く同じだから、うん、オリンピックも誰が広報担当なのいや広報担当っているんだよ、うん、広報担当部長とかって言ってる人はいるけれども、うん、その人たちはが率先して表に出てきて、うん、ああ 万博の広報担当ってこの人なんだって、別に誰でもいいよ、真鍋香里だったら、真鍋香里って名前で、で、その人が広報担当でもう毎日出てきて、万博について語る。うん、で、それはそのほら、えっと、良くないことについても語る。うん、いいことも語るんだけど、本、う、当、ん、だからあれと一緒よ。あのー 官房長官みたいな感じでさ、1、うん、一日に、今、官房長官って、午前と午後、記者会見するでしょ。はいうん、だから、まあ、そこまでやんなくてもいいけど、1日に1回とかさ、二、うん、日に1回ぐらいは必ずやって、で、批判にも応援にも応えるっていうふうにやるべきなんだよね。はい、だけど、それが怖く怖いから、面倒くさいからやらない。うん、そうすると、えー、一体万博ってどうなっちゃってんだよっていう話。うん ななるっっってまあやっぱり東京オリンピックもそうだったんんかそういう感じになってまあってことは電通がちょっとまだうごめいているので万博ほどではなあのボロが出ていなくって、えー、こういう真鍋香里さんとか、えー、お笑いコンビの三四郎の小宮さんとかがなんかこういうことを言うう余、ん、地とかもまだあるわけですな。あるね。うん、彼らとか他の人間も出てくる可能性あるよね。うん うぞうぞと出てくるんだろうな、ね、だからスシローとかもさ、うん、なんかほらあのー、えっ、ー、と蓮舫があの電話しても誰も出ねえとかさんだかんだ言ってたじゃんうん、うん、そしたら「お前が来ねえからだろ」うとかって言われて <laughs> とか直接お前携帯に電話すればいいだろうとかって言われてたけどもうん、うん、まああの批判は出るよねやっぱね、うん、どうしてもね。 うん、まあそこはもうしょうがないっちゃしょうがないそういうノイズは絶対に除去できないから全部まあしかもこれがねもう本当網の目のように広がってるんですよまあそれが利権っていうもんで、ねうん、いやというのもすごいなと思ったのがこの「デイリー新庄」のね6月8日土曜日のニュースでフジテレビに「いわくつき女性官僚天下り」っていうふうに出ててですねこれ誰かというとまあもう忘れている人もいるかもしれませんが 山田真希子元内閣広報官なんですよ、うん、これ山田さんは総務省の審議官だった頃にですね菅義偉さんの、えー、首相ね、えー、だった時の長男が東北新社に勤めたで、うん、その東北新社からステーキや海鮮料理など7万円以上の接待を受けていたということですぐにあの辞めた山田真紀子さんうん職に追いやられましたああそうねこの人ねいましたよね、うん でこういう人をちゃんと3年経ったらねどうなるかっていうといやーちょっとマキコさんあれで味噌ついちゃってかわいそうだからフジテレビの取締役ぐらいにしといていいんじゃないのっていうふうにちゃんと忘れずにさあの引き上げてくれるわけですよ。うん、手厚くないですか 手厚いんだよね,手厚いよねもう向こうの自民組 <laughs> 電通組は受けたお仲間はちゃんと守るけのそのためにお裏金が必要じゃがあがガ,ガみたいなそういう感じでここまでやってくれるわけですよ。っていうかこんなの取締役に入れてさ女性取締役比率が増えましたとかって発表するんやろうけどお前なめとんのかって感じなんです 天下り官僚引き受けてまあでもこれだけもう手厚くさあの何か失敗があったとしてもこうやって天下り助けてくれるとかってなると、まあ、でこういう受け入れたメディアのところには別の予算で、まあ、それは東京都なのか電通経由なのか分かんないけども別のお仕事がちゃんと舞い込んできても永久機関やみたいな感じでこう回ってでもその永久機関は実は永久機関ではなくてうちらの税金がチューチューチューってされているという。 えらいここっちゃでこれ同じフジテレビであれだったよね、うん、えっと小渕優子ドリル優子の <laughs> ドリル優子の旦那がなんか取締役員執行役員じゃなかったかなそれはうん役員んかそういうのもありましたよねあるよねあ,あるあるあるんなお前そんなさ自民党の片割れみたいなやつが執行役員になっちゃったらさ、うん、それはお前フジテレビの報道だってやりにくいだろうっつっねうね 話じゃないそうなんよね。でもそういうのがねまあ、まかり通るわけですよ、うん。だから一回テレビの役員か役員連中なんかさ、うん、一体どういう相関関係になってるのか全部調べるともうぐちゃぐちゃだよ、ね。ぐちゃぐちゃだろうなこれは。うん。好きなようにやってるからさ、うん、みんなね「私は何々出身です」って言ってさなんか名札ぶら下げてるわけじゃないから。うん どうせわかんねえだろうと思ってやってるけどやってるからでか、うん、で、それが都政にも当然及んでいてっていうのは、だからやっぱり小池が8年、8年っていうのは本当長いね。うん、長いねやっぱりさ、うん、あのー、安倍がさ、なんだかんなんだかんだ言って、まあ、途中で投げ出したりもしたけど、うん、なんだかんだ言って安倍って結局、安倍政権って10年ぐらいやってたじゃん。うん でそうするとさ、やっぱりまあ、第1次とかない次で,、うん、で、10年ってさ、あのどれぐらいの期間かっていうと、例えば小学生だったら、うん、小学1年生だった子供が中3で卒業する、10年間だよね。その間中、ずーっと変わらず、安倍が首相で、ずーっとその間、まあ、テレビ、まあ、出ずっぱりになっている。うん 日本の政治をやって、うん、っていうんだとねだから安倍ってすごく若年層の支持が高かったんだよ、うん、まあ最近は急に自民党それでも若年層が人気なくなっちゃいましたけどそうだけどね、うん、だけどやっぱりね10年ねやらやるとね特にトップなんかが言ってるって、うん、やっぱそれがなんとなくねあのー、アイコンになっちゃって、うん、無難なアイコンになっちゃうん でそいつがなんかさあのー、なんか政治をずっと司さどっててるとなんかああままり批判されないまあそれと同じように小池さんもずっとやっているともうあれでいいんじゃねっていうふうになるけどまあちょっと小池人気も限りが出てきているという現状の中蓮舫さんという爆弾がやってきて、えーうん、電通とか博道堂に雨玉ばらまいてまあなんとか。 蓮舫さんの人気を落とせないかっていう動きはこ、まあ、これあると思いますよこの別に小池さんが支持してやってるとかじゃなくってだからねこれからそういうのも増えていくとは思いますが、まあ、挑戦者である蓮舫さん少し不利なね戦いを強いられることになりますけどもうんなかなかねそれでも、うん、勝ってほしいなと。 いう,ふうに思います、うん、でまあ今回ねで石丸さんの批判がテレビでされてるかなと思ったんですよ石丸慎二さん。こっちはねテレビはもうほとんどない、うんど、うん、だからやっぱ知名度的には蓮舫さんが圧倒的にまあ、上なんだろうというふうに思いましたね。そうん、まあ、そんなわけで本日はまあ連邦絶対落とせというのは別にあのー、小池さんが支持したというよりか利権側からすると当然の真理としてね こうやってぐるぐる回るよねっていうところで、A、本間さんと解説をさせていただいたんですけどもいやーうちらがさ80万円のねリフォーム代をね一生懸命カンパで集めさせていただいてあっ1000円入ったあーこの人10万円もありがとうございますとかっていう風に言ってる中なんか、あのー、小池の足やめたらなんかおー48億円ぽいって投げてもらえるとかねもうもうやる気なくしますよ。 <laughs> こういう、ね、あのまあそういうのってさなんか真面目に頑張るよりかは権力者のケツ舐めといた方がうまくいくってなったらこう仕事やる気ななくすすじゃないですか。そういうの良くないと思うな。まあ、ちなみにあのリフォーム代80万円何かっていうとですね、まあ、本間さんずっとね4畳半の部屋からですね、まあ、寝室兼配信部屋というところからずっと配信されていたんですが。 えーまあ、お住まいのマンション2階なんです2階に5階が空いたんですよね今2階に住んでるんですけどで5階を配信部屋にしようということで賃貸で出ないから、えー、本間さんにですね、まあ、買ったんですよね680万円で築47年で、えー、エレベーターなしというですねまあほ老後に向けた運動には素晴らしい環境だと思うんですけどもあそこぜひねあのでそしたら非常に汚いとでそれで80万かけて壁とか あのそういうところは、まあ、リフォームしようと、まあ、リフォームっていうか現状がきれいにしようという話ででまあ私が出すんですけどどううせだったらみんんなで本間さんののにしようよの企画まあおかげさまで順調に集まってきていてですね、えー、どんなところがきれいになるのかちょっとお見せしたいなと思うんですけど、うん、まあこういうところですよね壁ね壁壁紙がなんか離れてきてるよねさすが築47年の趣がありますね こういうふうにね、うん。天井もね。天井も。っていうかさ、本間さんさ、これさ、あのこっちは上を見たんですか。何こっちっ。いや、要すに、この天井の壁紙は気づいたけども。あの、うん、和室は気づかなかったんですね。気づかなかったね。ぱっ<ー>と見た時はね。で、こういうとこも汚れてるじゃないですか。うん、こういうのが皆様の寒波によってですね。まあ、汚れてるっていうか、これはなんかあの破損している。これ、何なんですか、これは。<laughs> <laughs> これは何なんですねあれだよ、ほら。 あの玄関のはいあ門掛けがこうあった後と、ねはい、はい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 、うん、まあこういうのが皆さんのですねあのカンパによってえっ、ー、と綺麗になると、まあ、こういうのも綺麗になりますね,ねはいねそこねでこれも綺麗になりますねこれなんか水が漏れてますからね,ね蛇口からね水が漏れて <laughs> <laughs> で問題としては出ているのはこのあの天井が若干たわんでいるとそう でこれは追加で工事が必要になりそうなんですけどまあいろんな皆様のコメントとか見てると雨漏りだったらしみができてるはずだから、うん、単純にちょっと歪んでるだけだからそんなにかからないんじゃないかなというご指摘もあってですねまあそれでも1000円とかでは無理だと思いますのでまたこれ俺の出費増えるんだなとだって皆さん考えてみてください天井たわんでるところでさ本間さん配信してきてなんかドリフのコントみたいな毛リガコーンとか落ちてきた事故ですよそれは。 本間さんね、うん、あの,あのオリンピック問題とかねそういうのでもずっと追求されてきても本をね「東京五輪の滞在」っていう本をちくまですよねあれ出してもですね、うん、取材費込みで額面80万しか印税入ってこないんですよ。で2年かけて書いた本なんでまあ年収40万と。うん、それはもうねいやちょっと本間さんにもうちょっとね報いがあってもいいんじゃないかということでじゃあちょっと本間さんにマンションを。 でどうせだったらみんなできれいにしようよの企画、ね、おかげさまであーのー集まっております。もう本当にありがとうございます。ね、で、えー、とこれね多分100万ぐらいかかるんですよ。まあ、全部それも足らない分は全部私が出すんですけども、あのー、これ以上集まったらですねビーバーエアコンが最新式になるとか <laughs> あとはあのナショナルというもうなくなったブランドの えーっとウォシュレットがついてるんですけどこれがもしかしたらとうとうになるかもしれないとか <laughs> こういろいろなこ,<れ>このメリットがちょっと,ょっといや早くやらないとダメなんだよね, <laughs> そうねウォシュレット多分動かないんじゃないかと <laughs> ウォシュレット動かしてウォシュレットはもう廃棄するしかない廃棄処分のお金もかかるで <laughs> あとですこのオイルヒーターうーんまあこいつ、まあ、これはねでもほら備え付けでさ、うん 一応あこの家のはどうかわかんないけど我が家のはちゃんと動くよ電気代やばくないですかいや全然やあそうですよね、うん、じゃあまあ、うん、あのまあそ,そういうわけでみんなで本間さんの新居をねあの綺麗にしようよということで、うん、<laughs> ねお金集まらなくても私が全部出すからちょっと助けてほしいとねあの1万円出してくれる方が80人いたらいやでもね本間さん はい、10万円出してくれた方2人いましたからね。ほんとすごいよね。ありがとうございます。ありがたいことだし、すごく複雑な気持ちになったんですよね。まあ、なんどういう複雑な気持ちになったかというのはですね。あの、ちょっと日曜日いただき、男子りゅうくんの企画特別動画を撮りたいと思いますので、<laughs> そちらを見てほしいなと。とカンパのやり方 YouTube 説明欄に書いてあります。<laughs> そんなわけで今日もダクショチャンネル登録といいね。よろしく。じゃあねー。 はい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間竜さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様の看パがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、ンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。